はい、皆さんこんにちは、ワナリグルフィッシュです。では今回は提督の決断法パープキットを続きをプレイしていきましょう。ここまで日本軍、だいぶ、アメリカ軍、イギリス軍に対して、優勢に戦いを進めているというところなんですが、敵の潜水艦に対して、空母艦隊がちょっとやや、その脆弱性、脆さを出してしまっているかなというのがここ何回かだと思います。で一方ですね、大本営からの攻略目標画面の左上に、ホークランドを攻略と出てると思いますので、特にアメリカ向けに編成している太平洋艦隊をホークランドへと進めていくというのをやっていきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。でここは防空軽巡洋艦2隻ですね。もうこの先はですね、敵の潜水艦に対して、この軽巡洋艦タイプの防空戦、これをですねメインで投入していって爆雷を投下していこうという内容になります。あとは艦載水上レーダーですね。ではまずは早速兵器開発で、今出ていたこの管制用の艦載水上レーダー、これを作ります。11週間後ですね。で物資援助では鉄をふんだんに振る舞いましょう、ドイツ軍に。で艦隊の動向ですね、メシコ西海岸に入っているこの2個艦隊、これをデル沖に集結させていきますというのと、あとは第1艦隊が今どこにいるかというとペルー沖にも入ってますね。ちょっと増強しておきたいところはあるけど、とりあえず航空機を生産して乗せておきましょう。まずは虹の戦闘1型、これを30機で、虹の護衛機、これも30機、24機かな今ね、さっと、入れた感じだ。で虹の重爆、これをじゃあ26作って、今回攻撃機の生産は見送りましょう。で第1艦隊、第2艦隊、第3艦隊、これはホークランドに派遣する艦隊なので、今ホークランドそれなりに艦隊入ってますね、イギリス軍の第14艦隊が入っていますので、これを叩いていこうという作戦になるので、そうなるとどうだろうな、こんなに、いる？空母こんなにいる？っていう気はするんですけど、まあ、油断してるとね、あっけなくやられることって結構あるんで、まあ、ここは、まあ、我慢をしていきましょうか。本当だったらね、すぐにでも決着させたいところなんですけど、そのためにはちょっと航空機が足りないかな。せめて2個艦隊投入したいので、ちょっと我慢しましょう。ここはで早速他の部分ですね、技術開発を厚めに入れて、あとは情報活動、カリブ海あたりに入れておきます。であと残ったお金をばらまいていくにしても何に使うかですね、まあ、それなりに揃ってきてはいるので、一旦未配備艦で、建造状況を確認しておきますか。海大和、これがもうできているけど日本近海で待機中か。空母がね、まだちょっと4週間とかかかるんですよね。で、未配備艦がいくつかできているので、このまま味方の艦隊が敵を攻撃している間に、一部
第16艦隊と称して、増強に努めましょう、艦隊の。味方の艦隊で一部ね、やっぱり駆逐艦とかがすり減ってきているところは、どうしてもあるんで、この駆逐艦、はじめ、揚陸艦等々を一旦前線に出しましょう。で、割り振っていきます。まあ、余裕があるうちにというところですね。じゃあ、この第16艦隊。これはこの後ですね、一旦、そうだな。ちょっと待ってね。今だと第7艦隊っていう名前になってると、ちょっとややこしいので、第16艦隊に編成をし直して、この第16艦隊を、一旦、ペルー沖に入れちゃいましょう。で、ペルー沖で、再編するっていう形かな。で、せっかくなんで、第15艦隊として、同じく、今度は、ヨーロッパ方面ですね。ヨーロッパ方面にもダメージの出ている艦隊が多いので、ダメージの出ている艦隊の増強のためにジブラルタルへと派遣していきます。これでいいかな。じゃあ時間を一旦進めちゃいましょう。またここで、軽巡洋艦ですね、防空艦、これがいくつか出来上がっていますと。というところで、再び技術開発を入れていきましょう。お、電子レベルはもう、マックスになるね。で、物資援助は、鉄をドイツで供与。で、またまたというところにはなるんですが、航空機ですね。これを作っておきましょう。虹の戦闘機。これを30機。で、虹の護衛機。これも30機。で、前回というか、まあ、この前ですね。この1個前のターンでは虹の重爆を作っているので、今度は虹の戦闘機ではなくて、攻撃機ですね。これを作っていきましょう。で、ペルーには艦隊が集結しましたというところなので、第1艦隊。これをオークランドへ。で、第2艦隊。これもオークランドへ出します。で、第3艦隊どうするかな。第3艦隊一旦残す？敵の艦隊の動き見ておきましょう。カリブ海。それなりの艦隊が揃ってるな。メキシコに来るのか、ペルーに来るのか、どっちにしても、既存の艦艇だけだとちょっと厳しいよね。しょうがない。そしたら、ちょっと作戦目標を変えましょう。まずは、復活を遂げつつある、アメリカ軍の艦隊。これを叩きましょう。カリブ海で。で、その後、まだまだオークランド攻略期限までも余裕があるので、その後、カリブ海へと転戦します。オークランドへと転戦します。これでいいかな。んで、あとは艦船だけど、G 型があと3週間かかるか、ちょっとお金は貯めておきましょう。では、で、相手の戦力もう一度確認しましょう。カリブ海。基地もそれなりにいるね。敵の艦隊、第1艦隊、第3艦隊、第8艦隊ですね。で、第1艦隊には、空母。これが4隻。第3艦隊にも、まあ、大破しているとはいえ、空母が3隻。で、第8艦隊には戦艦がいますね。リンカーン、リトルロックというところがいて、さらに基地には航空機が、まあ、200機弱というところなので、まあ、かなり痺れる戦いになりそうですが、行きましょう。基地の場所は八角積みか。となると、さ
さっさと基地を叩いた方がいいよね。でちなみにですね、ちょっと今プレイの方を開始しつつあるということで、ロケハンをやっているのが提督の決断法パープキットなんですけど、それの PS2 版です。で、状況からするとですね、今、この艦隊戦のイメージが俯瞰的な感じでプレイをしていると思うんですけど、PS2 版だとこういう感じではなくて、まあ、3D ポリゴンでの戦闘になっていて、結構これがね、見づらい、迫力あるんですが操作する上では少し見づらいというのがあって、なかなかね緊張感があるんで、まあ、そういうプレイもねちょっと今後見据えていければいいかなというふうには思っています。画面上にねちらっとは出してますけど、基地は潰しちゃおう早々に。本当にねこういう感じだと操作はしづらい、俯瞰的な位置づけのプレイはしやすいんですけどね。空母の随伴艦がちょっとね目減りしてきているというのが怖い点と、このアメリカ軍方面の艦隊はやっぱり当初ね、最初の方から戦っている艦隊が多いんで、まあ装甲が薄いんですよね、特に空母なんで、どうしても砲撃戦は避けたいところです。さあここで再び雨が止んだので味方の空母から殺到ですね。こういうところもね俯瞰的な位置づけの良し悪しが出てる場面だと思うんですけど、PS2 版だとちょっとこういう感じの見やすくはないんですよね、戦闘が。足の速い小型艦には攻撃機がいいんだけど、ちょっと待ってね、運格が大破。加賀も危ないな。アメリカ軍の空母部隊は退避したのか、これは。とりあえず運閣は撤退だ、撤退。ちょっと艦隊運動がごっちゃになってるな。
敵の戦艦部隊もいるね。これはアメリカ軍の戦艦リンカーンだな。赤城が大破。確認はしてるよ。空母は守りたいよね。敵の高速艦が突入してきますね。敵の空母もいるな。ここは敵の戦艦部隊と砲撃戦は避けたいですね。よし、敵の戦艦も撃沈。あとは直縁機がうろうろしているこの辺りに敵の空母がいるはずだ。味方の方からは今のところ空母がやられたという報告は出てないよね。敵の空母部隊をここで発見か。雨も降ってきたので一旦両軍とも引き上げですね。夜明けとともに索敵合戦からの衝撃をどっちが加えるか。夜間に攻撃できるのは大きいよね。さあ夜明けだ。雨が降ってきちゃってるので雨上がりとともに敵の空母を早期に発見していち早く撃沈したいな。敵の飛行場3つのうち1つは完全破壊済みで、2つもまあ約半分ぐらいまでダメージを与えているので、あとは敵の空母、これがどこにいるかだな。ちょっとここでまた艦隊同士が団子になってるんで、この団子の状態でね、敵艦隊に捕捉されるとちょっときついかなというところなんですけど、一刻も早くこの団子状態を脱してもらいたい。まあ幸いここまで味方の大型艦、まあ、いわゆる戦艦空母ダメージは出てますけど、撃沈はされてないので、まあ、ドックで修復が可能なレベルですね。まあ、いっそのことこれを機にね、ちょっと改装してもいいかもしれないですね、空母。どうしても初期の空母は
装甲がベニヤ板なんで。よもやアメリカ軍撤退したのか。こんだけ索敵してもいないということはカリブ海を放棄した可能性がありますね。敵は、カリブ海を放棄してますので、これを接収しましょう。待ってくれ、正規空母運閣が撃沈されてるじゃないか。赤城はじめ撃沈されてるのが多いな。ここはダメージを受けてしまってるんで、第一艦隊をちょっと一度ドック入りとともに改装しますか。航空用電磁波兵器、なるほどね。発信された無線波を反射せず吸収する特殊な塗料を添付した塗布した金属、レーダーに探知されないステルス性を持ち機体表面を覆って使用。本兵器が開発されると航空機設計でステルス能力を変えることで海戦における対空レーダーの効果を無効化できる。いいね。ではまず艦隊の動きなんですが、第一艦隊ですね、これは一度日本に戻して改装します。で第2艦隊、第3艦隊は一度西海岸まで撤退で、ドックで回収しましょう。で第16艦隊ですね、第16艦隊は一度この西海岸で艦隊の再編に加わってもらいましょう。で問題が今攻略したカリブ海だよね。ここガラ空きにするわけにはいかないんで、ペルーに今入っている潜水艦13隻のこの艦隊の他に第5艦隊、第6艦隊、メキシコ西海岸、いやカリブ海は一度放棄だな、大した資源もないし。奪い取り、奪い返しましょう。まあどちらかというとアメリカ軍に打撃を与えるのが目的だったので、まあ、その目的は達成できたということにして、一度カリブ海からは引き上げましょう艦艇を。で第一艦隊は日本で改装します。装甲化しましょう空母、というわけで、じゃあ今回は一旦ここまでにしてですね、次回またこの続きをプレイしていきましょうか。まあ、だいぶね傷ついてるんで、この第10艦隊も早々に、ドック入りさせておかなきゃいけないですね。できればもう敵の脅威という意味では、ホークランド、ラプラタ、この辺りもね一掃してしまいたいところなんで、イギリス軍が来てるな。しかも大艦隊だな。俺次ペルーに進攻してきますね。となるとどうだろう、ペルーにいる艦隊のうち、まあ割と傷が浅い、雲もないね。なると、ペルーも一度放棄するか。この潜水艦隊だけで持ちこたえられるわけないからな。一応ペルーの方の航空機事情を見ておくと、攻撃機がまあ100機、これでどうしのげるかっていうところですね。まあ、ペルーは一旦確保しておきましょう、ホークランドをいつでも攻略できるように。はい、ではちょっと時間もいい時間になりましたので、今回はここまでにして、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の
収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。